リンクーパパラ撮影リンクーパパラは、大阪府泉佐野市リンクー大来南地区に、かつて存在した約2.4ヘクタールの小さな遊園地。リンクータウン開発を手掛ける大阪府所管の第3セクターが保有する土地に、関西国際空港と同じ1994年9月に開業され、別法人が運営していた。その後、百九十九年から十字屋が、 新たに設立した事業会社サトリアに継承された。土地保有者の第三セクターとの定期借地契約の満了に伴い2004年10月末日で閉園した。園内には小規模なジェットコースターや高さ54メートルの観覧車など20種類のアトラクションのワンダーパークとテント型のアミューズメントパーク、セガワールドリンクー、犬猫の屋内型小動物園、レイワンニャンランド、 雑貨コムの店舗で構成されていた。入場ゲート周辺には広大な広場があり、その周辺でフリーマーケットが毎週土日に催されていた。ワンダーパークの入場料は無料で、アトラクションの登場ごとに現金や回数券で支払うスタイルが取られた。1994年の開業時は当初2ヶ月で100万人を超える入場者が訪れたが、年々入場者が落ち込み、 1999年頃から年間70から60万人台となっていた。2004年に入り、借地の契約更新の過程で、第三セクター側が同年11月より、賃料の大幅値上げを要求したことにより、運営会社のサトリア側はその値上げに見合う、将来の来園者数の見通しがない等として、賃借契約を更新せずに、同年10月末をもって、 すべての営業を終了し、閉鎖された。収入源を断たれたサトリアは、翌11月に、破産手続きを申請している。閉園後に建物はすべて取り壊されたものの、以下のアトラクションは営業終了直前後に解体した、上で、名古屋に移送され、再構築と装飾のリメイクは施し、2005年日本、国際博覧会社さしま。 サテライト会場でラファンタジアとポケパークのアトラクションとして開幕期間中、わずかながらも第二の人生を過ごした。また、ポケパークは2006年6月から台湾でも展開し、世界各地で2010年まで展開していた。など。ちなみに、ポケパークでも入場料無料、アトラクション利用ごとに支払うスタイルであった。閉園した後もなお、 入場門籍地周辺の広場でフリーマーケットなどが定期的に催されていたが2005年11月に終了した2006年に大阪府企業局が実施した跡地の再開発コンペで最優秀賞を得た大和ハウス工業の計画案で再開発に着手されることとなった2007年に両社は跡地の20年間の借地契約を結び同年5月に着工 12月8日に、リンクープレジャータウンシーケルがオープンした。2階建てのショッピングセンターで、約80の飲食店や、物販店、日帰り入浴施設などがテナントとして入居している。また、ランドマークとして高さ85メートルの大観覧車も、新たに建設された。製造メーカーは、泉明工業である。ありがとうございます。